皆様、今日もひできゅうをご利用いただきましてありがとうございます。今回の動画はトミックスさんから発表がありました新製品についてひできゅうの目線で紹介いたします。今回はポスター2枚分の発表がありました。こちらが今回のラインナップです。まずはこちらから 24K24 型寝台特急ユーズル号です。 24K ブルートレインは1973年の初回発注のみで3段式寝台だった白帯の24型と以降2段式寝台銀帯で登場した25型に区分されます。24型は1982年頃より2段式寝台へと改造されました。模型は 24K24 型を使用した1985年頃の寝台特急ユーズル号が再現されております。6両基本セットと6両増結セットで12両編成と単品でカニ24型0番台がラインナップしております。ポイントは非常口があり、乗降ドアに白帯あり、2段寝台を示す三つ星マークなどが特徴。国鉄時代末期の 24K24 型を再現。基本セットのカニ24型はマイクロスカードのある0番台電気型を再現。単品の9540カニ240番台後期型や9538カニ24100番台との差し替えで遊ぶことも可能です。製品化の特徴としまして共通事項として機関車へのヘッドマークの取り付けが再度開始された1985年頃のユーズル号を再現、同じ編成で運用されたあけぼの号も再現可能です。オハネフ24型、オハネ24型は2段寝台化改造の施された姿を再現、両高ドアにある白帯のある姿を再現、ベッドは青色で、エッジゴムはグレーで再現されます。 JR マーク車番は選択式で転車シート対応、こちらは基本セットとカニ24に付属されます。新終電システム黒色車輪採用。カニ24単品についてはカニ24型0番台のうちマイクロスカードのない後期型を再現。テールライト、トレインマークは上点灯基板装備で白色 LED による点灯。トレインマーク印刷なし、トレインマークシール付属。ジャンパーホース表現付きの TN カップラーが付属されます。基本6両セットについてはカニ24型0番台はマイクロスカードのある電気型を再現。オハネフ24型0番台は TN カップラーを装着済み。テールライト、トレインマークは上点灯基板装備で、オハネフ24型0番台はオンオフスイッチ付きです。テールライト、トレインマークは白色 LED による点灯。機関車用ヘッドマークはユーズルが2つ付属されます。トレインマークはユーズル印刷済みガラスパーツを装着済みで、交換用に印刷なしのガラスパーツとシールが付属されます。増結6両セットについてはオハネフ24型0番台はトレインマークの印刷なし、ライト基板なしとなっております。特記事項としまして92814、8519、8531、8532、8533は生産中止となります。こちらの商品は98845、国鉄 24K24 型特急寝台客車ユーズル基本セット6両、98846同ユーズル増結セット6両、9540国鉄客車カニ24型0番台後期型銀帯のトレーラー、こちらが2024年6月の発売予定。そして 0098TR217 型の台車、新終電システム2個入り、こちらは2024年7月の発売予定です。そしてユーズル牽引機として EF81 型300番台と ED75 型1000番台がラインナップしております。EF81 型300番台1字型ローズは関門トンネル用の機関車 EF81 型300番台のうち301号機と302号機は常磐線内号機関区へ転属し、ステンレスボディの銀色でしたが常磐線での使用に際して赤13号に塗装されました。模型はこの頃の姿が再現されております。常磐線で活躍していた時代の300番台を再現。エッジゴムはグレー、屋根上は黒色で再現。メーカーズプレートは印刷済み、ナンバーズプレートは別パーツ付属で EF81 の301と302号機。ヘッドマークはユーズルが2個付属されます。
屋根上ホイッスル信号円管は別パーツ付属、乗馬無線アンテナパーツ付属、前面手すり盾は別パーツで付属、開放テコは別パーツを装着済み、運転台シースルー表現、ヘッドライトは上点灯基板装備でオンオフスイッチ付き、電球色 LED による点灯、ダミーカプラー自転型 TN カプラー付属、ボックス輪針付き車輪採用、フライホイール付き動力、黒色台車枠、黒色車輪採用、 M13 モーター採用。時事故としまして9133、9134は生産中止となります。こちらの商品は7177国鉄 EF81 型300番台電気機関車、1字型ローズ田畑機関区、2024年6月の発売予定です。 ED75 型1000番台は高速貨物列車20系客車牽引用として1968年に登場しました。さらに1026号機以降は後期型と呼ばれ、前面の通風口がなくなり、ブロック式ナンバープレートの採用、テールライトが外はめ式となりました。ポイントはヘッドマークはユーズル2個が付属、実車同様車体前後に取り付け可能となります。ナンバープレートは切り口の残りにくい形状を採用。特徴としましては ED75 1000番台のうち1026番以降の後期型を再現、運転台側面窓は H ゴムの姿を再現、運転台シースルー表現、 H ゴムはグレーで再現、前面手すり盾は別パーツ付属、開放テコは別パーツ装着済み、ナンバープレートは別パーツ付属で ED75 の1027、1029、1033、1035号機です。ヘッドライトは上点灯基板装備でオンオフスイッチ付き、電球色 LED による点灯、信号円管ホイッスルは別パーツ付属、フライホイール付き動力、黒色台車枠、黒色車輪採用、ボックス輪針付き車輪採用、ダミーカプラー自連型 TN カプラー付属、 M13 モーター採用です。時事故としまして2115は生産中止となります。こちらの商品は7184国鉄 ED75 型1000番台電気機関車後期型、2024年6月の発売予定です。続いては ED75 型0番台電気型ひさしなしです。 ED75 型は1963年に登場した交流電気機関車です。0番台のうち初期に製造された3から49号機までの車両は、ひさしのない車体にストブの丸い形状のストスカートを備えた外観が特徴です。遊び方としましては旧型客車を牽引、長距離普通列車の再現、10連で牽引貨物列車の再現、盛岡地区名物の旧型客車ディーゼルカーの並結列車を再現などの提案をいただいております。ポイントはデフロスターが撤去された姿を再現、ダミーカプラー付属、旧型ヘッドマークステーが取り付けされた姿を再現、ナンバープレートは切り口の残りにくい形状を採用。特徴は ED75 型0番台のうち49番までのひさしのない電気型を再現、後年に前面窓が交換されデフロスターなしとなった姿を再現、旧型のヘッドマークステーが取り付けされた姿を再現、運転台シースルーを表現、 H ゴムはグレーで再現、前面手すり盾は別パーツで付属、開放テコは別パーツを装着済み、ナンバープレートは別パーツ付属で ED75 の42、45、48、49号機です。ヘッドライトは上点灯基板装備でオンオフスイッチ付き、電球色 LED による点灯、信号円管ホイッスルは別パーツ付属、フライホイール付き動力、黒色台車枠、黒色車輪採用、ボックス輪針付き車輪採用、ダミーカプラー自連型 TN カプラー付属、 M13 モーター採用となります。時事故としましては9163は生産中止となります。こちらの商品は7187国鉄 ED75 型0番台電気機関車ひさしなし電気型、2024年6月の発売予定です。次は200系東北新幹線軽編成です。200系新幹線は1982年開業の東北上越新幹線用に製造されました。ざっくり編成別で見ますと、開業時の12両編成の0番台 E 編成、1983年に登場した240キロ対応の1500番台の F 編成、 F 編成から減車し10両編成、さらには8両編成となった G 編成、
2階建て車両が連結され100系のようなノーズとなった1編成、そして山形新幹線400系並結対応の軽編成が在籍し、模型は1999年頃の軽編成がモデル化され、6両基本セットと4両増結セットで10両編成を組成できます。ポイントとしましては、222型1500番台に TN カプラー搭載、400系との並結運転が可能です。特徴としましては、共通事項として実車においてリニューアルされる前の軽編成を再現、各パンタグラフカバーは付属の別パーツで再現可能、フック U 字型通電カプラー採用、車番は選択式で転車シート対応、この転車シートは基本セットに付属されます。各号車表示は印刷済み、新終電システム銀色サリン採用、基本セットについては先頭車の221型と222型は実車において定員が0番台より座席1列分増えた1500番台で再現、1、2、3、8、9、10号車の6両基本セット、222型1500番台の前頭部に TN カプラーによる連結機能を搭載、ヘッドライトは電球色 LED、 テールライトは赤色 LED による点灯、215型のグリーンカーマークは印刷済み、フライホイール付き動力採用、 M13 モーター採用、増結セットについては4、5、6、7号車の4両増結セット、基本セットと合わせて10両編成後の姿が再現されます。6号車の226型は撤去されたパンタグラフ跡を再現、200系だけの単独10両編成で運転される場合、走行させるレイアウトの条件に応じて6号車の226型を動力車化するための動力ニットが別売りで予定されております。特記事項としましては、モーター特性上 M9 モーター搭載の車両との並結は避けてくださいとのことです。こちらの商品は98860、 JR 200系東北新幹線軽編成基本6両セット、98861同増結セット4両、2024年6月の発売予定です。そして7863動力ニット FW M13DT200N3 付き 200系の F 軽編成用、こちらは2024年7月の発売予定です。そして並結相手の400系車山形山形新幹線が登場時の塗装で M13 モーター搭載などリニューアルして発売されるそうです。98864 JR400 系山形新幹線翼登場時塗装セット、詳細は後日発表中です。次は北海道用のキハ56系急行仮勝ちです。1961年より製造された北海道向けの急行型機動車です。2エンジンの普通車のキハ56、ワンエンジンの普通車のキハ27、グリーン車のキロ26が在籍しました。模型は0番台で組成された急行仮勝ち号セットと、単品のキハ56型0番台、キハ27型0番台がラインナップしております。ポイントとしましては、100番台にあった乗客用ドア下の丸い小窓と、運転席側乗務員用側面窓下の点検口がない0番台の車体を新規製作で再現、前面のジャンパー線ホースを別パーツ化、小型の車高ケース採用で前頭部周辺のシースルー化を向上されております。特徴としましては、共通事項としてハイグレード仕様、乗客用ドア下に丸い小窓がない各0番台車を新規に再現、先頭車前頭部のジャンパー線ホースは別パーツで再現、ヘッドテールライトの車高ケースは小型の車高ケースにより前頭部周りがシースルー感が向上しております。ヘッドライト、テールライト、前面表示部は上点灯基板装備でオンオフスイッチ付き、白色 LED による点灯、ヘッドライトはカラープリズムの採用により電気色に近い色で点灯、前面表示部は交換式で印刷済みパーツ急行、快速、普通、白地、白幕を付属、車番所属表記は選択式で転車シート付属、新終電システム黒色車輪採用、 TN カプラー SP が標準装備です。急行仮勝ち号のセットについては、グリーン車のキロ26型0番台と動力車のキハ56型0番台が入った4両セット、急行仮勝ち以外の北海道内急行列車にも使用可能、
キロ26型の等級帯は選択式で転写シートに付録。フライホイール付き動力 M13 モーター採用。キハ56型0番台単品については、造結や多形式との連結遊びができるキハ56、0番台のトレーラー単品となります。キハ27型0番台についても、造結や多形式との連結遊びができるキハ27型0番台が単品でラインナップしております。こちらの商品は98579、国鉄キハ56型0番台急行ディーゼルカー仮価値セット4両、7428国鉄ディーゼルカーキハ56型0番台トレーラー、7429同キハ27型0番台、2024年6月の発売予定です。続いて七尾線521系100番台です。2020年より登場した七尾線用の100番台で、2両編成15本30両が在籍しております。模型は2両基本セットと2両増結セットがラインナップしております。ポイントとしましては、付属の貫通ホロパーツの形状を見直し、スカートパーツを新規製作で再現、胴受けの小さい TN カプラ SP を新規設定、225系227系に準じた窓配置の側面を新規製作、100番台のつま面を新規製作となっております。特徴としましては、共通事項としまして、新終点システム銀色車輪採用、前面表示部は交換式で、印刷済みパーツ装着済み、交換用パーツが付属されます。先頭車の転落防止ホロは別パーツとし、先頭時用と連結時用の2種を付属。 JR マークは印刷済み、ヘッドテールライトは白色 LED、 フォグライトはカラープリズムにてオレンジ色に点灯を表現、ヘッドテールライトのオンオフスイッチ付き。先頭車運転台側は胴受けの小さい TN カプラ SP が採用されます。基本セットについては、車番スカートの編成番号は選択式で転写シート付属、フライホイール付き動力銀色車輪採用、 M13 モーター採用。増結セットについては、車番スカートの編成番号は選択式で転写シート対応、こちらは基本セットに付属のものを使用します。銀色車輪採用。こちらの商品は98133、 JR521 系100番台近郊電車七尾線基本セット2両、98134同増結セット2両、それから JC7257 密連型 TN カプラー SP グレー電レア2段付きがラインナップしております。2024年6月の発売予定です。こちらは天竜浜名湖鉄道うなぴっぴー号です。1986年、国鉄二俣線を引き継ぎ開業した当時のレールバス TH1 型を置き換えるべく、2001年に登場したのが TH2000 型、後の TH2100 型です。模型は2022年から運行される2代目のうなぴっぴー号を再現されます。車番と車門は印刷済み、前面表示部は非点灯、行き先シール付属、ヘッドテールライトは上点灯基板装備でオンオフスイッチ付き、ヘッドライトは電球色 LED、 テールライトは赤色 LED による点灯、フライホイール付き動力採用、銀色車輪採用、 TN カプラ SP 装備済み、 M13 モーター採用、ミニカーブレールが通過可能となります。こちらの商品は8617、天竜浜名湖鉄道 TH2100 型、 TH2114 号車うなぴっぴー号、2024年6月の発売予定です。岡山電車区の117系0番台です。京阪神地区から岡山へ転属してきた117系は、当時白地に細い各色の帯が入ったサンライナー色でしたが、2010年頃より黄色1号の塗装に変更されました。模型は4両セットがラインナップしております。ポイントとしましては、印刷済みの前面表示は普通が装着、快速サンライナー快速が付属されます。ハイグレード仕様、前面窓枠を含め黄色1号の姿を再現、屋根上は換気装置と AU75B クーラーが搭載されていた姿で再現、クハ116型のトイレタンクはカセット式で再現、靴ずり手掛けは銀色で印刷済み、車番は選択式で転写シート付属、運行番号編成番号はシールが付属されます。ヘッドテールライト、前面表示部、運行表示器は上点灯基板装備でオンオフスイッチ付き、編成同士を連結した際、実車において
転落防止として連結面間両方のライトを点灯させる状態が再現できる機能が採用されております。ヘッド・テールライト、前面表示部、運行表示器は白色 LED による点灯。ヘッドライトはカラープリズムの採用により電球色に近い色で点灯。フライホイール付き動力、新集電システム、黒色車輪採用、M13 モーター採用、配管付き TN カプラー SP が標準装備されます。こちらの商品は、98578、JR117K0 番台近郊電車、岡山電車区黄色4両セット、2024年6月の発売予定です。続いて、HO ゲージより、古希102、古希103型新塗装です。1989年から製造が開始された4両1ユニット構成のコンテナ貨車です。新塗装となった古希102、103型貨車を再現。古希102型は0番台の姿を再現。各種表記は印刷済み。手すりハンドルは取り付け済み。反射板パーツ、コンテナ取り付け詰めパーツが付属。車板突破禁止の表記は選択式で転写シートが付属されます。こちらの商品は HO9107、 JR 古希102、103型貨車新塗装コンテナなし4両セット、2024年6月の発売予定です。最後は HO のコンテナ2種を紹介します。こちら V19C 型コンテナは2006年より製造が開始された通風コンテナです。コンテナには8箇所の通風口が設けられております。3個入りで JR 貨物の V19C 型コンテナを新規製作で再現。天面にリブなる姿を再現。番号各種表記は印刷済み。トミックス製の古希106型などの貨車に搭載が可能です。特記事項としましては、商品によって番号が異なる場合があります。番号は全部で15種ということです。こちらの商品は HO3146、 JR V19C 型コンテナ3個入り、2024年6月の発売予定です。続いて UR19A 2万型コンテナは、日本石油輸送さんの所有する私有の通風コンテナです。3個入りで JOT ロゴマーク、番号各種表記は印刷済み、エコレールマーク、通風口は印刷済み、番号は全部で15種、トミックス製古希106型などの貨車に搭載が可能です。特記事項としましては、商品によって番号が異なる場合があります。番号は全部で15種です。こちらの商品は、HO3147 私有 UR19A 2万型コンテナ、日本石油輸送青3個入り、2024年6月の発売予定です。以上となります。皆さん、いかがでしたでしょうかね。お望みの車両、ラインナップしていましたでしょうか。今回もね、東北、北海道地区が暑いですよね。24系24型ブルートレイン、それと東北山形新幹線の平系2などね、お待ちの方も多いんではなか、お待ちの方が、お待ちの方も多いのではないでしょうか。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。